北海道中央バスは今日ダイヤを変更し、運転手不足などを理由に札幌圏のおよそ60路線を対象にルートの短縮や減便を始めました。北海道中央バスは札幌の郊外と中心部を結ぶ12路線の行き先を途中の地下鉄駅までに短縮しました。運転手の不足により中心部への乗り入れをやめることで運行の効率化を図ると説明しています。札幌市北区の地下鉄麻布駅前では、これまで札幌駅前までの直通を利用していた人たちが今朝はバスを降りて地下鉄に乗り換えました。住んでる場所が地下鉄なくて麻布まで出てこなきゃいけないので、ちょっと不便にはなるかなと感じてます。札幌圏では2路線が廃止、47路線で減便され、北海道中央バスは郊外の路線維持のためにご理解いただきたいと話しています。